揺れた。フローター最高。もう撮っとる。え、もう撮っとるよ。もう撮っとる。本日は翔くんと奈良井ダムにやって来ております。あ、でも変更忘れたわ。車の。出しな、てめえのトイマシーンをって言われたんで、トイマシーン持ってきてます。ジョウスケこんな感じだったか知らんけど。ジョウスケのセリフよな。ジョウスケ。キラークイーンオッケー。射程圏内に入ったぜ。そんなじゃなかった。そんなだったな。出しな。習いでも射程圏内入ったで。全然射程圏内入ってない。まだ薄暗いけ、薄暗く映っとるだろうけどな。久々にフロッグの短い柔らかいブランクスにしとるけど、やっぱいきなり使ったら慣れんな。ちょっと慣れるまでキャストが決まらんなくだ。もうこの辺りで釣れそうだね。でもいや、そのショートボットズリーな。ちょっと慣れたら多分すごくいいと思う。それズリーだな。それ強いよ。もっと近づいてからピンでめちゃめちゃ打てる。どういうフィールドかわからんで。とりあえずシンプルテスト。ただキャストが思うように決まらん。まだん？どっちでもええよ。うん、どっちでもええけど。超過的にはええな。うん、だって、俺が先行ったら俺が。釣れたら教えてとりあえず。釣れたら交代すればいいか。うん。先行。うん。だって見えんの。うん。まあ、ガチの勝負みたいな感じじゃねえけな。遊びじゃっけ別に、どっちでもいいんだけど。ちょっと面白いルアーだ。何それ多分、それかも、伝説のルアー。料理ショッパー。懐かしい。一応ガラ。うん。懐かしすぎだろ。え？ゴミが。うん、ゴミもいい。フロップ持ってくるのしてた。うん。あ、塗るわ。ゴミが多いってことはダブルフックみたいな。うんうんうん。ジュースが増えた。うんうん。よし、そうそう。自己普通にボコって出とるじゃん。確かに。これ今日いいかもな。うん。なんかもうそこ絶対釣れそうなんだ。どこ？
まあ、雰囲気最高だけど。釣れたら向かうけ。釣れたら言うわ。うん。僕は対岸をいただきます。僕は最初バツゼットから投げてます。ボン。
この池じゃなくてダメなんで、まあ後ろはボイルを鳴らしてすぐ回収して、お、まあ繰り返して行きます。今日持ってきたルアーは、まあ、こんな感じです。まぁ、ちょっと突っ込みが入るようなものがね、ちょこちょこあると思うんですけど。まぁ、基本はね、ちゃんとトップ縛りで、まぁ、やってきます。ショークにもらったやつ、ペットボトルを保冷するやつめっちゃ愛用してます。めっちゃいい、すごい長い時間冷たいままが維持できる。ちょっと弱くしてみました。まだあっちも釣れてないみたいですね。まあ、ゴミが多いんで、ダブルフックになってるマウスベイトに変えました。まあ、やっぱトッパってダブルフックでしょ。短い。めちゃくちゃ短いからフローターに切ってるけど、射程距離が短い。はい、この曲がり。面白くないですか。これ面白いっしょ。前回ちょっと試し投げをね、まあ、そっちとまあこっちでしたと思うんですけど、このブランクスでしてなかったんでこっちでしとけばよかった。最強の武器が最強の武器でない。あまりにも使ってなくて。
コンダクター5よりこっちの方がよく動くね。ちゃんとなんか若干潜るようなものを持ってきた。隠し持ってきたちゃんと。なんかあれっぽいやつ出してみる。クリアだな。トップで釣れる気が全くせん。これ2人でちょうどええフィールドじゃな。なんだかんだで釣りできるエリアの池ぐらいだなこれ。気持ちいいな。こういう水深深いところでのトップってなかなかまあ難しいと思うんだけど、なんかすごいロマンがあるな。最初バズジェットなんやったけど、なんか強すぎる気がしてからちょっとだいぶ弱い感じのに変えたけど、コバスの姿とか確認できたら俺これですぐ仕留めてやろうかと思ったのに、ベビーポップ X で思ってたことが全然違ったわ。
きちいな、この時期の朝な。水も悪くねえな。うん、これが現実なんだ。ロマンは大事だから、ロマンだと釣れないっていう。まあでも投げとるだけで楽しいけどな。危なっ。どうしたん？やっぱ左が取れるなぁ。うん、あ、フィン？足切れが取れたらいい。うん、まあフィンセーバー今回はつけとるけ。フィンセーバーなかったら。フフ。ありがとう、フィンセーバー。うん、ナライダーもでかいのがよく釣れてるっていう情報をもらってたんだけどね。釣れんね。ブラックバスって難しいね。難しい釣りだね。いつからこんなに難しくなったの？ダメですね。ん？うん、釣れそうなのな。釣れのだ。反応がね。うん。ぴったりだね。こんくらいでちょうどいいよ。うん。これめっちゃいいよ。ああ。めちゃくちゃええな。腹がきでも。ああ。これも出るじゃん。ああ。釣れるの決まってるだろ。これめっちゃ、で実はこれめちゃくちゃいいルアーだと思う。ああ。まあな。逆に言うと今本気でやっとるんだけど。ん？うん。なんか見とると沖に落ちとるセミを食っとるね。ああ、なこれ？沖に落ちてなんかずっと波紋させとるやつをたまにゴボッと食っとるじゃん。うん、じゃあこれ？一匹でも出た。いや出てねえよ。出まあ。厳しいわ。こっからもう入れたの。グラスだとめちゃくちゃポップさせやすいな。え？グラスだとポップめちゃくちゃさせやすいな。させやすい。あ、安い。あ、なんかあの水によく噛むけさ、ベビーでもこのよくやつ。これね、もらったやつ、ちっちゃいのいっぱい釣れたわ。限定撮影。これ限定。今年か忘れたけど。うん。うん。なんかケバケバしとるやつ。どうにか釣りたい。どうにか釣りたい。てか、一緒にトップで回ってみて考えようかな。潜り物持ったもん。
ワームだけ。ああ。ワームだけ持って。じゃあ俺もワームにしよう。最悪ワーム落とし込もうかな。ああ、ちゃんとそういうこと考えとってくれてよかった。せっかく来たのね。おう。縛ってから釣れんでからな。ちょっとそこは無駄なプライドかなという。いや、でもだけん釣れんのかもしれん。おう、そうか。やっぱ制約が足らんのんだよ。念能力がちょっと上がる。そう、制約と制約をどんどんかけていかんといけん。かけることによってやっぱ、能力上がってる。念が強まる。釣りたいっていう念が。まあここはワームを使ってでもな、やっぱ一匹は釣っときたいな。せっかくだし、ほんと。どうなんだろう。そうかもしれん。いや、ただ深いだけな気がするけど。あれ？いやでもそれちょっと釣ってほしいわ。トップで釣れる状況じゃね。こんなリールで40アップでも釣った日にはもう相当楽しいで。めっちゃ楽しんでる。サオト、これじゃ。このタックルで釣ったらめちゃくちゃ楽しい。バレた？出た？出た。マジで？嘘やろ。出た。めっちゃ怖いわ。乗ったんだけどバレた。とりあえずバゼル投げとる？出たな。やっぱこいつは出るや。バゼルか。俺ワームに変えた瞬間なんだけどそれでも。本当にバレさねえと思ってすげえ勢いで巻いたのに。バレたわ。ごめん。いや、なんか俺、今、ベビーポップ X から変えたバージョンだったら戻したくなるが。まあでも、そのまま続けるんよな。結構上におるんかな。マジか。やっぱ餌だぜ。15センチとか。ああ。その15センチ。まあやっぱヘリクス取るけんさ。ああ。来るよ。それを思ってさ、マウスベイト投げとったけど。羽物がいい。え？羽物？うん。多分なんか15センチとかで。まあ今15センチでもいいから釣りたい。プライドがないのがプライドだから。まあ一応その反応があるだけでこっちもやる気が上がるよな。じゃあボーイズ&ガールズってさ、グリップがその最初から赤と黒なんけ。いやこれ多分黒に変えられたと思う。あ、そうなん。グリップだけ差し巻きつけたら、うん、変えられ変えとると思う。それ自分で変えたの？いや多分前持っとった人。あ、そうか。うん、そのコンビかっこいいな。うん、多分これしかないでしょ。わざわざ何そんなめんどくせえことしとんかわからん。うんうん。いやでもなんかコンビかっこいいな。うん。なんか特別仕様みたいな意味に見えるが。うん。グリップだけカツバギつけてる。うん。フォアグリップの方は、香りの、ブランクスもそうだけど。謎しよう。うん。
すでにもはや俺このタックルをだいぶマスターしてきたかもしれない。このぐにゃぐにゃなのにさ、これだって見てん、これこれでベニョンベニョンにも程があろう、これなんかキャスティングが決まるようになってきた。これでもこれでもなんかでも下手な新しい理由よりなんかなんだろう、フェザリングがすごくしやすくてから使いやすいんだけど。いやこれ見てよ、これ俺の人差し指ってここジャストフィットすぎ、届くというか届くし、ここ角度が合うんよ。え、かっこいいな。うんうん、相性がいいぞ俺に。これうわ、コバスそこにおるやん。どんな？ちょっと水分が足りになったけ休憩しようと思ったら、あそこの人がここにおった。ん？ここら辺で追しようかなと思って戻ってきたら、うん、あそこにおった人がここにおった、あ降りてきたけ、うん、話しようと。奈良井ダムは惨敗です。奈良井ダムでもまあありだけど。ありだと思うな。ただ釣り人は普段全然いないと。うん、そうみたいだな。まあ大きいの釣れるっていう情報はあったけど、やっぱり大きいのは釣れん。そう簡単には釣れん。うん。まあどこも一緒だね、やっぱりね。それ言ったら。甘くはねえということで。はい。ならでもちょっと終わります。釣れたで。やったー。早速釣れたー。もうすぐそこにある。あのスライダー。24、5センチ。よっしゃ、釣れた。また釣れた。